野球界野球界とは、1908年から1959年までの間に日本で発行していた月刊野球専門雑誌である。1908年11月、ベースボールの代号で野球研究会より創刊、当時は野球研究会が発行、博文館が発売を担当していた。1911年9月、博文館内で設立された野球会社に、 発行元を移行させ、野球界へ開大する形で、真相をされた。文字通り、野球を専門とする雑誌だったが、一方で国技であり、野球と並ぶ人気スポーツだった相撲の記事にも力を入れており、大相撲の特集号を発行することもあった。1940年代前半ごろの第二次世界大戦など、戦争の激化により、 1943年には、相撲をタイトルに関し、相撲と野球。1944年には、相撲界へとそれぞれ海外され、同じく1944年には、国民体育と海外された。その間、相撲と野球時代の1943年1月1日号より、月2回間となったが、同年10月号より、月間に戻った。同年12月号より、 発行元を白文館へ移行。戦後の1947年10月号より、再び野球会社に発行元を移行したが、1948年5月号から白友者に発行元を移行した。1959年に習刊。その後、1980年代に入って、ベースボールマガジン社が、ジャムジャム野球会という雑誌を発刊。 若い有望な選手を紹介することを中心にしたが、長続きはしなかった。ありがとうございます。